はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、リーグがね、月曜日なんで、レアガチャチケットを引いていこうと思います。でね、今日じゃなくて、昨日だか一昨日だったんですけど、このね、1日1回無料の方で、星さん出たんですけど、南葛 SC の高杉くんだったかな？だからまあキャラ自体は初めてだったんだけど、まあとりあえずは戦力アップにはならない星さんでしたということで、報告だけそれしておきますってことで、早速レアガチャ引いていきましょう。さあ、まあね、とにかく星さんが出てくれないことにはどうにもならないんだけど、まあね、なかなか出ないよねっていうね。おっ、ダメか。ちょっと厳しそうかな。そうか、あと3回。ダメっぽいな。ラスト、はい、ってことでね、まあちょっとレアガチャは、残念な結果になりましたと。でね、これとかもね、10回ステップ10まで引いてる動画とかね、結構上がり始めてるなーってね、他の人が上げてんの見て思ったんですけど、まあちょっと俺はやめとこうかな。やめとこうっていうか、引けないかなっていう感じかな。まあ、あとね、ちょっと見てみた感じだと、どれだったかな。最近俺が限界突破を終わしたね、熱血スライディングタックルとか、あの辺も出てくるみたいだから、あとね、オーバーヘッドの EX とかも出てくるのかな。ちょっと限界突破まで終わっちゃってるスキルがもし含まれてるんだとすると、なおさらね、ちょっと引きにくいかなみたいなところはありますけどね。まあどっちにしてもね、10までは引くには結構虹玉かかるんで、これは引かないかなって感じですね。ただね、ちょっと気になるのはこっちなんだよね。やっぱりね、今はね、ちょっと超激戦は全くスルーしてるんですけど、やるならこの二人のどっちかは引いときたいよなーって気持ちはあるんだよね。しかしなまあちょっと保留かな。ってことでね、まあ今回はちょっとレアガチャ引く動画を撮ったんですが、まあちょっとね、手に入るものは特になかったかなって感じかな。まあなんかこれで終わるのもあれだから、ちょっとあれを交換しようかな。ちょっとね、あ、4000、そう、今ね、北山メダルがね、もうすぐ4000枚だと思ってたけど、4000超えたね、ギリギリでね。タックルの限界突破ボールを取るか、サポートのね、星4進化ボールを取るかっていうのがね、ちょっと悩んでたんですけど、まあ、あと2000いけてね、どっちも取れるのが一番なんだけど、先に交換するのどっちにしようかな、みたいなね、話なわけですよ。で、タックルの限界突破交換すると、何を、ランクアップさせるかなってなると、まあ、シュナの皇帝タックルとか、もしくは、ソーダくんの2枚刃とかなのかな。まあ、ジトーくんの、なんだっけ、あれ。ジトー君のね、タックル技はね、
EX 持ってなくて普通の星2を上げたやつを使って限界突破10までしたやつ使ってるから、うん、まあタックル上げるとしたらその2つのどっちかなんだけど、あのソーダかシュナかのね。ただなー、なんかすぐ上げて戦力アップするって感じでもないから、やっぱサポートの進化ボールから交換しようかな。ってことでちょっと今回これ交換して、まあ星5にね進化させて動画を終わりにしようと思います。ってことで、ただね、どっち進化させるかちょっと迷ってるのがあって、それがソリマチ君につけてる札幌は強くなるの、星3じゃない、プラプラプラかか、新しい伝統ディフェンスのプラプラプラ自徳につけてるやつのどっちかをねちょっと星5にしようかなと思うんですけど、まあディフェンスからかな。なんかディフェンス、いやどっちだろうな、まあこっちからちょっと上げようかな。うん、じゃあ今回は、ディフェンスのねプラプラプラのね、サポートスキルをね星5にして動画終わりにしようと思います。はい、ってことでね、まあまたねレベルはレベルで上げておこうと思います。ってことで、まあ今回の動画はこれで終わりにしようと思います。はい、ではありがとうございました。よいしょ。